惑星を選択して 3D モデルとして表示できるバーチャルグローブアプリケーションである。KDE が提供していて GNU、GN LGPL の規約のカフリーソフトウェアになっている。パーソナルコンピュータやスマートフォンで使用可能となっていて C で書かれていて QT が使用されている。クロスプラットフォームデザインの範囲を超えて非常に柔軟になるように意図されていて、 中核コンポーネントは他のプログラムへの統合が容易である。また、ハードウェアアクセラレーションを使用する必要がなく、オープングルを使用して拡張することもできる。アプリを素早く起動するという重要なユーザー体験目標を少量ながら使い勝手のあるオフラインデータセットで実現している。編集者は、 オープンストリートマップといったオンライン地図ソースのサポートを受けられたり、KML ファイルを解釈することができる。マーブルはまたルート計画機能を提供している。マーブル統合というナビゲーションモードは Google Summer of Code 2010の一環で開発され、後に部分的に書き直され、マーブルタッチに解消した。マーブルのフォークにジョックというのがあり統計モジュール、ピクセル地図、 3D 表示が追加されている。教育機関向けの地図ソフトウェアとして、オーストリアのエド・ヘルツェルが開発、使用している。ありがとうございます。